どうも、不動産の鬼間の仕事、沢茂美です。まずはおめでとうございます。おめでとうございます。なぜおめでとうございますかそうです。あなたはコーチを雇って人生を変える決断をしたんです。そのことがまずおめでたいのです。なぜならば私は自分に対してコーチを雇う、コーチを雇ったことによって自分の人生が劇的に変わりました。どうですかプロの選手で、スポーツ選手でコーチがいない方がいたら、コーチがいない方、 それの方は三流ですか一流ででですすすかか二流流そうですね一流の方はみんなコーチがついています。なぜならば自分自身にいやその自分の状況、自分の決断っていうのを本当に後押ししてくれる、本当にいい状態です。本当に自分の状態っていうのがどうやったら分かるのかっていうのが分かるからですね。ということで、今回、このコーチとなるようなウェブフェスセミナーをご購入いただきまして、ありがとうございます。この講座を聞き続けると一体どうなるのか。 そうです。最終的に自分の決断で自分が必ずと確信できる自分が必ずこれなら勝てると確信できる不動産を手に入れることができるようになります。そのために必要な知識がすべて入っておりますで。もちろんそれ足りないなって思うところはいろんな本そ,のなんかそ,そこだけ特化したような本っていうのを自分のお気に入りのものから持ってきてですね、いろんな知識蓄えればいいんですけれどもでもじゃあその膨大な本の中で全部重要だ全部読まないとできないのかそんなことないんです。 ここだけはっていう重要なポイント、それをナビゲートしてくれる人が近くにいる、これを聞き続けることによってあ、いろんな意見があるんだけど、やっぱここなんだな、ここを外さなければいいんだなっていうのが見えてくるんですね。というように、なるべく最短の時間で不動産をただ買うだけじゃない、ただ不動産のオーナーになるだけではない。 弱者であっても一気にですねあのお小遣いが増えるレベルではなく自分の収入の代わりになるレベルの不動産が買えるようになるそのメカニズムと考え方そしてマインドそういったものをお伝えしていきます私はこのあなたがですね物件を買ってそこから収益を得ても私はそこからは1円もいただきません なぜならば、魚をもらっても嬉しくないからです、魚の釣り方を教えてもらったときに、初めて人生が変わるわけですね。そうです。自分の手で人生のオールをこぎ出して、ようやくその船が前に進む。どうやってこぐんですかちょっとこいてくださいって、う上手い人にこいてもらってもね、その方がいなくなったら終わってしまうわけですよ。自分の力で自分の人生の船をこぎ続ける。そのためには、必要な知識を手に入れる。そして、その原理、原則に基づく、この場合はこう、この場合はこうじゃないんです。 どんな場合でもこうだっていうそういった知識を頼りに羅針盤に道しるべにして進んでいく自分の意思でそして不動産というのはやる前から決まってるんです買った瞬間にもう決まってるんです買った後の努力で偏差値を上げていくような活動というのはできますけれども基本的にはもう買った瞬間に決まるんですね買うまでは何の義務も発生しませんどの物件を選ぶのかももう買うのか買わないのかもすべて自分で決められますでもも買った後にはローンも ありますし住んでいる方を幸せにする義務もありますしいろんな義務が発生してくるわけですね不動産はやる前に決まってるんですだからやる前に必ず勝てるという確信が得られる状態その状態で進めていくことが大切なんですねそういったものがこの講座を聞くと手に入ります 私は不動産親業で経済的自由、えー、精神的自由、えー、時間的自由を手に入れ、今やりたいことに自分の時間を全部つぎ込めるそういう状態になりました。一人でも多く、その状態になるべく高くなっていただきたいということで、私はこれを公開して、多くの人に伝えようという決意をいたしました。不動産を購入するのも大切、もう何が大切か、決意が大切なんです。私は必ず半年後に、絶対に勝てると確信できる不動産を手に入れている。 手に入れてるという確信を誰が決めるんですかそうですあなたの人生を決められるのは世界で唯一あなただけ、あなたが決められるんです。そうです私の人生も私が決められるんです。だから決めてください。絶対に買う必要な知識を身につけて、ただですね、あのー、間違って変な物件を買わないようにしっかり本気で自分の力で学んでいってください。いろんんな本を読んで 足りないない思う自分で安心できる要素、時にはですねさらにコーチを雇って聞くのもいいです。そうやって自分の人生を自分で決めて、自分で切り開いて、自分の時間を獲得して、そして自分が一番燃え上がることで、自分の時間を使ってこの国に寄与していく。そうやって一人一人がやっていくことによって、この国の生産性は高まるんです。やりた,いことをやりたくないことをやってたら生産性高まらないんです。自分ががやややりたいいこここととをををっっててて一一人人そううのの国の生産性を高めて この国に寄与していきましょう。ということでですね、今日はあの、初めにということで、まずこのマインドをお伝えさせていただきました。イエス